10分でわかる検本が、製作工程、技法の特徴の紹介。伊藤若冲、同色彩への部分模写。保存修復専攻、大田直これから、修士一回生の前期に取り組んだ伊藤若冲、同色彩への部分模写について、各段階の写真とともに、技法や製作工程を紹介します。 拳本画は紙に比べるとお菓子が綺麗にできます。また、紙と違い、裏からの彩色ができ、柔らかな表現が可能となります。写真は今回使用した色彩です。上段左から、すずりと墨、群青、略録、朱、五分、下段左からを、東王、演示、 本愛、美愛です。地色や枝の茶色などは、墨や画像下段の染料を混色して作ります。次に、今回使用した道具です。上から、えぎぬを張り込む絹枠、厚さに調比のえぎぬ、動作を引いた薄みのし、ふのり、三千本にかは、 寒天用の刷毛、防寒天、筆は平筆、熊取筆、彩色筆、綿相筆、絵分けです。布りは綿蓋をする際の接着剤として、防寒天はエギヌの絹目を埋めるために使用します。筆は用途に応じて使い分けをします。これからは、 技法と表現について説明します。まず最初は裏彩色についてです。裏彩色とは、エギヌの裏面から彩色を施す技法です。エギヌの裏が透けるという特色を生かした技法で、裏彩色を施すことで、表面からは和らいだ色の効果を得ることができます。左の画像は表彩色の様子です。 この裏面の様子が右の画像ですが、裏から5分を塗っています。次に、面蓋の技法についてです。にじみ止めの動作を引いた後、薄みの紙を切り抜き、それを布りでえぎぬに貼り付けることで蓋をします。面蓋をした後、地色を履けで全体に塗ります。地色が乾いたら、 面蓋を外します。面蓋を施した部分には、地色は塗られず、えぎぬ本来の色が残ります。最後に、ぼかしについてです。えぎぬは、和紙よりもぼかしの効果がよりきれいに現れます。絵の具を塗り、水分を少し含ませた熊取り筆で、絵の具の縁をなぞることでぼかすことができます。 左の画像は染料である愛をぼかした画像。右は顔料である五分をぼかした画像です。染料も顔料も、いずれもきれいにぼかしができていることがわかります。これからは難点有形図の制作工程について、順を追って説明していきます。1-1絹枠に絹を貼る。 絹枠 F8 号に澱粉でんぷん糊でエギぬを張り込みます。そして湯引きを行います。1-2、2寒天を引く。絹目の隙間を埋めるために寒天を引きます。分量は防寒天 4g に対し、水 800cc です。溶き方は沸騰させないように15分ほど煮ます。 同色さえ難点有形図に線描き墨で薄く輪郭を描きます。三面蓋を施す動作を引いた和紙を切り抜き、それをふのりでえぎぬに貼り付けます。 4. 地色を塗る。棒絵の具を用いて地色を作り、全体に塗っていきます。5. 面蓋を剥がす。地色が完全に乾いたことを確認してから、面蓋を剥がします。面蓋を施した部分は、えぎぬの色がそのまま残ります。 六、葉の彩色1。葉の中心の赤い部分を彩色します。七、葉の彩色2。葉全体に緑色で彩色をします。七、葉の彩色3。 葉の緑色が濃い部分を彩色し、強弱をつけます。また、葉脈を赤色で書き込みます。8. 枝、賞金の彩色。枝に茶色、賞金に黄色を彩色します。 9、難点、葉の丸い模様の彩色。無数の難点を種で彩色します。また、葉の丸い模様を茶色で彩色します。10、賞金の彩色。賞金の頭部の模様、翼は墨で彩色します。 胴体部分には赤色で毛並みを、尾羽は五分で描きます。また、裏から五分、またはぐずみを塗ります。十一、南天の強弱をつけ、黒点を描き入れ完成。南天のより赤く見える部分には、さらに種の岩絵の具を、 サイドの低い部分には棒絵の具の赤を重ねます。その後、難点の黒点をそれぞれの向きに注意して墨で描き込みます。最後に全体感を整えて完成です。装飾彩絵、あじさい草傾図。 これから製作段階ではありますが、同色彩絵、ア陽花総計図の製作工程を紹介します。1. 花びらの線描墨で花びらの形に当たりをつけます。2. 花の掘り塗り。 花びら同士の隙間が埋まらないように塗ります。折り塗りとは、線描などを避けて絵の具を塗る技法です。青の花は群青で、白の花は5分で塗ります。3. 葉のグラデーション。花びらを塗り終わった後に、 葉を染料でぼかしながら彩色します。以上、10分でわかる憲法画の制作工程および技法の特徴の紹介を終わります。ありがとうございました。